チャールズ・エドワード・ペルジーには、イタリア生まれのイギリスで働いた画家である。主に肖像画を描いた。ナポリで生まれた。ナポリの美術学校で、ジュゼッペ・ボノリスやジュゼッペ・マンチネッリに学んだ後、パリに移った。パリでは新古典派の画家、アリ・シェフェールの元で学んだとする説もある。1855年からパリで活動していた、イギリスの画家、フレデリック・レイトンと知り合い。 気に入られ1859年にレイトンとイギリスに移り、レイトンのアシスタントとなった。この時、ペルジーには29話であった。1863年に自らのスタジオを開き、同じ年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に初めて出展した。アカデミック美術のスタイルやラファエル全般に影響を受けたスタイルで風俗画や肖像画を描いた。 1874年に有名な作家、チャールズ・ディケンズの娘で、画家のケイトと結婚した。ケイトは最初の夫、画家のチャールズ・オールストン・コリンズをガンで失ったばかりであった。ペルジーニ夫妻はイギリスの有力な画家たちと親しく交流し、チャールズ・エドワード・ペルジーニの代表作の中には、ジョン・ウェイ・バレット・ミレーの義理の妹のソフィー・グレイを描いた作品があり、 ケイト・ペルジーには子供を描いた作品を展覧会に出展するほか、ミレーの作品のモデルにもなった。チャールズ・エドワード・ペルジーにはロンドンで亡くなった。ありがとうございます。